おっす。ほら、YouTuber、マフィア梶田です。ポケモンのレッチです。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、さあ、というわけで、今回は初めて触るタイトルになっております。はい、ラングリッサーモバイル。ほう。こちらですね、私、最近遊び始めたんですけれども、うんうん、ラングリッサーといえば、まあ、ゲーム市場に燦然と輝く、うん、ビキニアーマーのご本尊。知ってる？ビキニアーマーって。ビキニ、いや、ドラクエでしかわかんないです。まあ、そうだね、ドラクエにおいてもビキニアーマーは割とね、有名かもしれないんだけれども、うん、まあ、いわゆるビキニのような鎧だよね、うん、ビキニアーマーといえばどこかな、どこがふさわしいかな、ビキニアーマー、まあ、この辺も割とビキニアーマーすごいな、うん、角度が、そう、こういうビキニアーマーが、うん、とにかくいっぱい出てくるゲームという認識で問題ないとは思うんですけれどもみんな女性キャラは大体えげつないハイレグというラングリッサー。股関節見えとるやん、基本。だいたい鼠径部がギリギリの感じなんだけど、なるほどね、これがいいとこなんだよ。ああ、はいはいはい。で、そのラングリッサーのモバイル版ということで、にわかに今話題になってるんですけれども、うんうん、こちら今ちょうどプリンセスコレクションという、まあ、女性キャラ好きにはたまんないガチャが開催中でございます。はい、せっかくなんでね、引いていきたいと思うんですけれども。見てみましょう。ガチャ詳細見てみようか。今このティアリス、ルナ、ナーナ、SSR あたりのキャラクターは 0.535%、はい、ティアリス、ルナ、ラーナが一番ピックアップされて出やすいと。で、ティアリスとルナを引いてんのよ、もうすでに。なるほど。ラーナがまだ引けてないのね。で、その他のキャラ、まあ、いわゆる SSR キャラの、すごいな確率、男キャラとかもできれば引いてみたいんだけれどもね、なかなかプリンセスピックアップで出るとは思えないね。ああ、女神様によるガチャタイムでございます。ここの演出がね、青から金に変わるのはまあ確定として、この金からホロに変われば SSR 変わりませんでした。ゲット、屈強な男ども、ゲット、SR クリス、ゲット。このおっさんがやたら出るんだよな、すごいな。あの、でもちゃんとあれなんですね、一枚絵じゃなくてちゃんと動くというか、動く、うん、なんかライブ 2D というか、う、表情も結構コロコロ変わるし、SR1 枚最低保証でございます。 SR1 枚確定なんで充電は。はい、でまだいける、次こそは。この時点で色変わることもあるんですかね。これは見たことないな。で、青、金、金から時計の針は回る。あれ違うぞ、さっきと角度が。だな、あそこに時計の針がぐるーんってなるとね、うん、いいんだけどね。かぶるかぶる。お、かぶるね。その鎧の紋章、このすごいな、これ。これ元は敵役のキャラクターなんだけど、はいはいはい、今日これ目が気持ち悪いんだよね、やばいっすね、瞬きしてて。出た。最低プラス2枚かな、3枚か。なかなか演出が来ないね、さあ、頼む、輝いてくれ。金、また角度違う。あの時計の角度何なんだろう。時計の角度なんか関係あるのかね。どうなんでしょうね。それはさすがに俺まだ分かんないけど。見てこのハイレグ。やばい。もうなんか。もうほぼほぼこれライン取りがもうギリギリのライン取りだよね。そういう、うん、そういう衣装に。そういう衣装ってなんだよ。なんかその、うん、あれすらもなんていうの、スパッツみたいな状態の。うん、来ないね。ホローじゃなくて SSR が出るパターン俺まだ見たことないんだけど。あ、じゃあもしかしたらそれが来ないと来ない可能性もある。頼む、虹色に輝いてくれ。来い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 、来なー、あー来ない、こんなに来ない。
ラングレスは長いシリーズだけどやっぱりこう鎧のデザインとか見るとすごく時代を感じる、うん、感じる、すごい感じる。あ、流行ったなこういうデザイン、90年代、うん、アニメとかでもしょっちゅうでこのでかい肩アーマーとかさ、確かに、うん、スーツね、スーツとかでもああいう肩でね、そう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 、懐かしくなる。オニュー SR、うん、シルバーウルフ様だ。出なかったね、鬼のように出なかったね、出んかったな。まあでも 2% ってシビーな、結構低いからねやっぱね、なかなかシビーな、うん、50回やっていったんですからね、うん、確率で言えば、うん、確かにそうね、そう考えればまあ妥当。そうなんだけど、まあ一応あの引けた SSR をお見せしときますと、この辺りルナとかね、はいはいはい、さっき 0.5% だったやつですね、うん、これ引けたらこうやってどんどんこうやって揃っていくみたいなんだけども、うんうんうん、なかなか今はまだで、ティアリス、あ、ラーナ引けてるわ俺、あ、ラーナ引けてるの、うん、一応3体とも俺もう引けてたんだ。なるほどね、まあ、引けば引けるほどあの重なるから、うんうんうん、何体引けてもいいんだけれども、なかなか装備もあるんですね。そう、装備もガチャであったりするから、うん、一応装備は先導でも手に入るんだけどね、うんうんうん、まあというわけでラングリスターモバイルなわけなんですけれども、うん、こちらゲームの方はね、はい、まああえて動画で見せずとも、うん、ラングリスターといえば、うん、シミュレーションゲームとして割と有名ですし、はい、実際そのゲーム性そのままモバイルに持ってきていて遊び応えかなりあります、はい、うん、スマホゲームの枠には収まらないラングリスターの正統続編としてちゃんと見れる作品なんじゃないかなと思いますね。フォーゲーマーにも記事上がってますんで見てください。というわけでまた機会があったら聞くかもしれませんね、うん、はい、というわけでまた次回バイバイ。